新興ウィンディ。新興ウィンディとは、日本の競争馬、守護馬である。第14回フェブラリーステークスの優勝馬。主戦騎手は、岡部幸夫。バレーは、旧表記、数え年で統一する。1993年4月14日、ローズコマンナーの12頭目の3区として誕生。父は、新シュボバのデュラブ。配合については、 たまたまでラブのシンジケートの会員だったからとのことで、深い意図はなかったいう。生まれた頃から、足長の高馬体だったが、いたずら好きでよく人に噛みつくという気象だった。牧場で大化なく成長した後、1994年6月に二歳馬のセリーチに出される。丈夫そうな馬体が評価され、長教師の田中清隆の勧めを受けた。 安田治によって890万円で落札された。場名も新興ウィンディと決まり、ノーザンファームに育成に出されることとなった。ここでじっくり乗り込まれた後、3歳の11月に田中厩舎に入厩。調教でもまずまずの動きを見せ、中堅クラスに離れると見込まれていた。1996年1月。 中山競馬場のダート戦8 0 0メートルの新馬戦でデビュー。岡部幸男を背に先行抜け出しの競馬で解消した。この後は芝のレースを3戦使われるも勝ちきれないレースが続く。その次に出走した中山のダートの500万下特別戦を初戦と同じく岡部機場で解消した。ダート適正に確信がついたことから以降はダート戦路に使われることとなる。 夏は休養にあて、秋初戦となったのは900万下条件戦の立山、特別。道中は中段から進み、直線で抜け出したものの、うちの台はオーシャンを噛みつきに行きし即。道馬に、首差の2着に敗れた。束を噛みつきに行って敗れるというのはまさに陳事で、新興ウィンディの名は一躍全国区となり、多数のファンを獲得した。自走は、当時の4歳。 ダート三冠路線の一戦目と位置づけられたユニコーンステークス。二戦目以降につなげるためにも二着以内に入って賞金を積み重ねることを狙いとしていた。レースはバトルラインから大きく離された2位に入選という結果だったが、同馬の膠着により繰り上がりで重賞発生波を達成した。しかし二冠を狙った大井のスーパーダートダービーは 逃げるサンライフ帝王にまたも噛みつきに行ったため、スピードが鈍り一馬身届かず二着。続く三冠最終戦、森岡のダービーグランプリでは一番人気に押されるも、勝った石のサンデーから五馬身半差と大きく離れた三着に終わる。この当時は、長距離輸送で食欲が落ちるなど、神経質な体質だったことも影響していた。あ明けて1997年の初戦は、 京都競馬場に遠征しての平安ステークス。安城は4位広文に乗り換わっていた。このレースからブリンカーを着用したことで、レースにも集中できるようになった。スタートで少し出遅れたが、直線で外から猛然と追い込み、うちで粘る東洋シアトルと並んでゴール。結果は一着同着だったものの、体質や気象面に心境を見せ、この年から GI に昇格した、フェブラリーステークスに臨んだ。 単勝1番人気から4番人気までを同世代の5歳馬が占める中、進行ウインディンは6番人気という評価。馬場状態は不良で、泥田のような馬場だった。レースは中段外目で折り合いをつけ、第4コーナーで感劇をついて最内に入ると、粘る1番人気のストーンステッパーとの長い叩き合いとなった。噛みつきに行くかと思ったという岡部の心配は気有に終わり。 旺盛な闘争心はレースにのみ向けられ、激しい競り合いを首薄制した。中央競馬のダート GI の最初の覇者という栄誉を手にし、この時点ではポストホクトベガのダート界を引っ張っていく存在と期待されていた。フェブラリーステークスの後はしばらく休養し、アンタレスステークスから始動。負担重量、58. 5 8 5ラムのトップハンデを重ねながら一番人気に押されたが、 直線で伸びず、M.I. ブランの5着に敗れる。続く、低王将も勝った、コンサートボーイから大きく離された7着に終わった。レース後、ノーザンホースパークに放牧に出されたが、脚部不安が発見されたこともあり、休養は2年の長期に及んだ。なお、当時の JRA 唯一のダート GI を制したにも、かかわらず、最優秀ダートホースには選出されなかった。 同年は街頭話。1999年の安田記念で、ようやく復帰を果たしたが、芝の GI では、いかんせん厳しく、ブービーの13着と大敗。この後ダートで参戦するも入着が、精一杯とかつての足は戻らず、日本テレビ杯で4着となった後に、脚部不安が再発。関係者の協議の結果、引退することが決定した。二千年より、 門別町の新興ファームで種子バイした。しかし、2001年にオーナーの安田が経営する会社の経営不振のために、すべての所有場を手放し、JRA の場所登録を抹消するといった事態が起こる。種付けしても買い取りでの見込みが立たないため種付け、頭数は激減。2003年以降の種付けはなく、2006年に用途変更。 日高町のダーレイジャパンで市場は、当て場県功労場として暮らしている。参句は、中央競馬では、未勝利である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。